有限湖は長野県佐久市院内にある湖。品濃川水系大門川に建設された人造湖で灌えを目的とするため池である。院内高地整理地とも言う。有限湖は大正時代に院内高地整理組合が整備したもので、その記念碑が見巻きが原に建てられているという。佐久市中心市街地から国道142号を西に進み、 付泉温泉入り口交差点を右折。あとはところどころに緑の村への同票が立っているので、これに従って道を進めばよい。緑の村というのは、有限湖の周辺に整備されたレジャー施設、餅月温泉緑の村のことである。日帰り入浴施設としてはもちろん、宿泊も可能であり、周辺には有限山荘やアメリカンハウス、総合学院、 テクノスカレッジ建築家の学生が建築に携わったというログハウスが立ち並ぶ。さらに、体育館やテニスコート、ゲートボール場、キャンプ場、アスレチックがある。餅月に伝わる民話、月毛の駒をモチーフとしたアスレチックは、日本フィールドアスレチック協会公認のコースであったが、2008年4月以降閉鎖。有限湖もまた草木がぼうぼうとしており、 少々寂れた雰囲気を醸し出している。ありがとうございます。